ということで、うん、今日は泥団子の、耐久度をチェックしたいと思います。そうだね。はい、ということでね、公園に来ました。見てください、滑り台です。で、今トミーが作った、うん、めちゃくちゃちっちゃいけど硬い、最強だよこれ、白銀の泥団子、うんうん、でっかくて丸い、うん、丸いだろ大体を今からこの滑り台から流して、うん、はいはい、割れるのか、うん、これ本当に公式の泥団子だから、うん、かなり強いと思う。本当にそう思う俺も。普通の小学生とか使ったのと、うん、多分バーンってなるけど、これねバーン、ちょっとやってみましょう。はいはい、お願いします。頑張ります、はい、僕は落とします。はい、はい、ということでね、うん、今から1投目、はい、トミーの泥団子、はい、はいはい、3、2、1、いってこい。見えな、え、めちゃくちゃ強い。おい、記録は、記録はじゃねえよ、おい、全然ビクともしてねえぞ。ただね、みんなちょっと不安だと思うんですよ。うん、僕の大きいから、いきます。お願いします。3、2、1、頑張れ。よっしゃ、よっしゃ。え、ちょっと、ちょっとダメージはある。うん、そこに俺のある。顔が書いてある。え、すごい。これ拾ったらめっちゃ嬉しい。落ちてたらめっちゃ嬉しい。何でも耐えるんだ。あ、もう時間ないって言ってる感じする。一回止めます。ないよね。そうね。これがトミーが俺のやつだ。ビー玉みたいなやつですよ。まあ、うん、前の動画と一緒だよね。そうだね。あれから1週間ぐらい置いたのかな。うん、ちょっとビー玉みたいになりましたよ。なってねえじゃん、じゃがいもみたいはい、はい、この2つをね、本当に硬いからめちゃくちゃ、うん、おー、すごい、火つきそう、火つきそう、うん、まあ、ちょっとずつ落としてどんぐらいで割れるのかってことをやっていきたいと思います、はい、で10まであるつもりでやってて、レベル1こんぐらいだよ。ちょっとレベル1いきましょう。いきます。3、どっちが先に割れるかだよね。1、今日もこれも一応やって、レベル2、ゴミどけるわ、レベル2今回する、うん、レベル10まで設定したつもりですごくないよねあー割れちゃった、え、悲しい。以上、今日の水溜りでした。はい、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。僕と、暗くした時に光るやつ。そうです。だ、蛍光ペンとはわけが違うよね。そう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 。今、ただの黄色に見えるかもしれないけど、これ暗闇でも黄色に見える。これをね、今回シャボン玉に混ぜたら、うん、暗闇で光るシャボン玉ができる。